4月20日よりテレビ朝日系で放送がスタートする、長瀬連キングプリンス主演の推しドラサタデー、東京タワーに、松田玄太、トラビスジャパンと恵みが出演することが決定した。本作は、直木賞作家、エクニカオリによる、同盟恋愛小説をドラマ化する、ラブストーリー。21歳の青年。 小島徹と20歳以上年の離れた人妻、浅野氏氏の意識も許されない愛を描く物語で、2005年には黒木瞳と岡田純一の共演で映画化、2014年には韓国でテレビドラマ化もされた。主人公となる21歳の偉大生、徹を演じるのは、新・信長後期クラスメイトは、戦国武将読売テレビ、日本テレビ系、 ラストマン前ンの捜査官 TBS 系、厨房のアリス日本テレビ系などに出演している長瀬。トールと20歳以上年の離れた人妻、朝野氏市,市役で、板谷優香が出演する。2005年の映画版、東京タワーでトを演じた岡田は、長瀬が映画版について、岡田さんのお尻が綺麗だったとコメントしたことを知ると、XQ ツイッターで、お尻見ないで、 と反応しつつ、長瀬にエールを送った。それに対して、長瀬は、令和版の東京タワーしっかり、ルと、獅子さんと向き合い素敵な作品にできますように精進、しますと決意を新たにした。松田が演じるのは、トールと同じビル警備員のバイトをしている、学生時代からの友人、大原浩二。 トールが、獅子と王政を重ねるようになったことを知り、年上女性との恋愛への憧れと、それをまさにトが実現しようとしていることへの焦りから、家庭教師先の主婦、河野きみ子を誘惑しようとする。松田は、同じ1999年生まれで古くから、交流のある長瀬と久々に、現場で再会した際、長瀬から、 元チョスと呼ばれたというエピソードも明かし、99年生まれ同士、お芝居でも自然な中の良さを出していけたらいいなと思いますと意気込んだ。そんな松田に対し、デビューしてからはなかなか一緒に仕事もできず絡みは減っていたので、今回共演できるのはとても嬉しいし、楽しみですと流せ。ただ、最近見かけるバラエティ番組での松田には、こんなキャラやったっけ と思っていることを明かしン太のバカがビジネスバカなのかもしっかり現場で見極めて皆さんに発信していけたらとドラマとは違った部分での意気込みも語った恵みが演じるのは専業主婦として暮らすもどこかに満たされない孤独感を抱えた川野紀美子娘の家庭教師の20歳以上も年の離れた工事から誘惑され 危険な道へと踏み出してしてまう最初こそ拒んでいたものの、工事によって、心の中に抑圧されていた女性の部分を刺激され、キミコはついに禁断の関係にもつれ込んでいくことに。恵みは、実は、恋愛ものっていうのがあまり経験なくて、大体いい主人公の女の子の恋を応援する、もしくはぶっつぶす。みたいな役が多かったので笑い、がっつり恋愛するっていう役。 珍しいんですと今回の役どころに新鮮さを感じていることを明かした松田玄太大原浩二役コメント出演が決まった時の心境大人の禁断の恋を描いた素敵な作品に出させていただけることが素直にとても嬉しかったですしすぐに先輩である岡田純一さん松本潤さんが出演されていた映画も拝見しました 大原浩二という役を演じるにあたって、自分なりの工事を考えつつ、また共演者の方々と現場でセッションしながら作っていけたらいいなと思っています。2005年の映画で松本潤が演じた大原浩二役を演じるにあたって、工事を演じるにあたって、いろんな共演者の方々と役の上での関係性を、 気づいていいいてきたいと思いますし僕自身もどれだけ工事に寄り添えるかそれを自分の中でも課題として持っていますそこを深く追求しながら監督さんやスタッフさん共演者の皆さんとコミュニケーションをとっていけたらいいなと思っています僕と工事の共通点はいい塩梅の適当感というかちょっと雑な感じとかいわゆる男の子っぽいところだと思いますそういった 似ている部分も大事にしながら、めぐみさんとのシーンなどは、康二の表情も一つ一つ大切にしながら演じたいと思っています。そして長瀬廉が演じる、党との関係性も大事に、トールを支えるような人間らしさも出していけたらと思っています。今の時代ならではの小島トール、大原康二がどう描かれるのか楽しみです。新たな挑戦への意気込み。 いろんなドラマ、映画を見るのは、好きなので、禁断の恋、という、なかなかできないシチュエーションというのは、憧れがありますし、皆さんに、ぜひ新しい松田玄太を、お見せしたいです。めぐみさんは、かっこよくて、ストイックなイメージ。バラエティなどでもよく拝見していて、姉さんという感じでした笑い。今日初めてお会いしましたが、とてもお綺麗で、 これからご一緒するのがとても楽しみです。大人の女性の魅力とは、もちろん自分からしたら年上の女性の方がしっかりしているというイメージですが、それが二人きりになったタイミングなどで違った空気感になるというか、一緒に過ごしている時に自分にだけ見せてくる顔みたいなギャップに惹かれるのかもしれないですよね。現場で楽しみにしていること。僕も角もサッカーが大好きで、 昔はよくフットサルを一緒にやったりしていたんですが、最近はなかなか会えなくて、今日久々に会ったら、元チョスって呼ばれたんです。どうやら僕がいないところでも、元チョスって呼んでくれていたみたいなんですが、99年生まれ同士、お芝居でも自然な仲の良さを出していけたらいいなと思います。バラエティでの松田のキャラが、ビジネスバカかどうか確かめたい、という流瀬に。いや、 僕は、これが元ですから、笑い。しかも、なんなら、僕より、角の方がおバカな部分ありますからね笑い。しっかりもぶってるな、って思うので、そこはもうお互いこのドラマの撮影期間中に暴いて、いきましょう。東京タワーについて。東京タワーへの未体験が、私の心に、特別な思い出を残しています。 下に広がるスタジオでの歌番組収録は私が事務所に入りたての頃に経験した貴重な瞬間です。この経験は私にとって東京タワーが持つ魅力をより深く理解するきっかけとなりました。東京タワーはそのシルエットだけで東京の象徴として広く認識されていますが実際にその地平線を越えた景色を目にすることはありませんでした。その高さや 壮観さに魅了されつつも、いつか、その展望台からの眺めを体験するという夢が、私の中にずっとありました。私の東京タワーへの未体験は、ただの観光名所に足を運ぶこと以上の意味を、持っています。それは、若き日に、音楽の道を歩み始めた私にとって、未知の舞台への挑戦への象徴でもありました。その思い出深いスタジオでの歌番組収録は、 私がまだ不安定な足場に立っていた時期に起こった出来事でしたが、そこでの経験は私の自信を深め、芸術への情熱をかきたてました。しかし、それでも東京タワーの姿を見上げるたびに、その頂上からの眺めに対する好奇心が募りました。絶景を眺めながら、自らの音楽の道をさらに高みに導く、インスピレーションを得たいと強く願っていました。 そしてついにその機会が訪れました。仕事の一環として、東京タワーの展望台を訪れる機会を得たのです。その瞬間、私の心は期待と興奮で満ち溢れました。エレベーターに乗りながら、私の心臓の鼓動は高鳴り、展望台に到着した瞬間には息を呑むほどの壮大な景色が広がっていました。東京の摩天楼が点在する景色、遠くにそびえる富士山、 そして光り輝く夜景。その一瞬一瞬が私の心に刻まれる瞬間となりました。私は自らの音楽の道を振り返りながらこの高い場所からの新たな視点を得ることができました。東京タワーの展望台からの絶景を眺めながら私は過去の経験や未来への夢を胸に抱きながら自分自身と向き合う貴重な時間を過ごしました。この未体験の体験は 私にとって人生の節目となる瞬間であり、東京タワーが持つ特別な意味をより深く理解するきっかけとなりました。視聴者へのメッセージ等シシージと、獅子、康二ときみ子のラブストーリーで皆さんをドキドキさせるのは、もちろんのこと、トールと康二の関係性も楽しんでいただきつつ、毎週楽しみにしていただけるドラマにできたらいいなと思います。恵川のきみ子役コメント。 出演が決まった時の心境。エクニ先生の本は大好きで何冊も読んでいました。でもこれまで映像化された作品には出演にしたことがなかったので本当に嬉しく思いました。東京タワーは当時まだ自分も若かったのもあり、なんというか大人の禁断の恋というのを覗き見てこんな世界があるんだとドキドキしながら読んでいました。 その頃から比べると私ももう変わり果てました笑い。でも、母としての経験や、女性としての経験も積んで、理解度も深くなったつもりではいますので、今回実際にこの世界に自分が入り込めることに、とてもワクワクしていますし、そんないろんな経験が活かせたらいいなとも思っています。河野君子役を、どのように演じたいか、 君子は結婚してからもちろん幸せな日々もあったとは思うんですけど自分の本来発揮できるようなパフォーマンスを封じ込めている人なのかなと思っています鳥籠に入っているようだという表現がセリフにもあるのですがいつもそうやっていろんなことを抑えやりたいこともできず褒めてくれる人もいないすごく孤独感を抱いている女性なんじゃないかと思いますそんな中で 工事に出会って、その抑えていた部分が溢れ出ていく、と、きみこのそういうところで共感してくださる視聴者の方も、たくさんいらっしゃるんじゃないかと思うので、皆さんのそういう思いを背負ってやりたいなと思います。松田玄太演じる、大原工事との二十歳差の恋愛、について、羨ましいですよね。シンプルに笑い。本当に、女性の夢と言いますか。 ほぼ現実ではありえないエピソードだとは思いつつ今の時代って女性も選択肢が増え美容の部分でも進化して見た目という部分ではすごく若々しい方もたくさんいらっしゃると思うんですなのでもしかしたら私が知らないだけでこういう恋愛をされている方々もたくさんいるのかもそういったちょっと光というか女性の願望のようなものを ドドキドキワクワククしながら演じていいきたいです大人の女性の魅力とは昔って一歩引いて男性の後ろについていく女性が良しとされていた時代があったと思うんですでもコロナ禍やいろんなことを経てやっぱり男性も大変じゃないですか自分のことだけで必死だったりする人も増えたりしていてダイバーシティやいろんな価値観がもっとフラットでもいいんじゃないかっていう この時代の中で女性も自立してきて男性の方が女性に頼りたいっていうような価値観も増えてきているんじゃないかなって思うんです若い男の子に聞いても俺が守ってあげなきゃっていう女の子よりも自立していてアクティブな女の子の方がいいって言っている子が多くてああそういう時代なんだなと思いましたもしかしたら大人の女性若くても自立した女性っていうのが 今の時代の女性像の真ん中にいるのかもな、って、個人的には感じています。なので、見てくださる方々も、私なんて、もうこの年だからなんて思わずに、大人の女もまだまだだぞ、という思いで見ていただけたらと思いますね。松田玄太の印象。メディアを通して拝見していると、キラキラされていて、 そんな松田さんと私でどんな二人になるのか想像がつかないですね笑い。そもそも私自身恋愛者っていうのがあまり経験なくて大体主人公の女の子の恋を応援するもしくはぶっつぶすみたいな役が多かったので笑いがっつり恋愛するっていう役珍しいんですよ。ましてやすごく年下。もう 自分の中では二つも三つも大きなチャレンジで緊張しています笑い。東京タワーについて、上京してきて初めて見た時は、よしここで頑張るぞって思いました。そしてこの世界でお仕事を始めて、そうすると日々いろんなところに行くじゃないですか。その帰り道、車の中から東京タワーが見えると、今日はちょっとうまくいかなかったなとか、今日は良かったかなとか、 一回自分の中で感情が爆発するそのスイッチみたいな気がしますすごくアイコニックな存在なので自分の気持ちを投影したり過去にこういうことがあったなとか状況してきた時はこんなだったなとか色濃い記憶が思い出される場所という感じですね現場で楽しみにしていることとにかく初めてのことばかりなので 自分の経験みたいなものが役を通していい形に発揮できたらと思いますし、キミコという女性がなぜそんなにも自分を抑えて生きているのかという部分もしっかり丁寧に作って見ている方々にも共感していただけるお芝居ができたらいいなと思っています。視聴者へのメッセージ女性の願望のようなものが集約されたこの作品でもしかしたら 自分にもこういうことがあるかもしれないとか、ちょっと綺麗になったらドキドキするようなことがあるかも、っていう、少し際どい、でも皆さん誰しもが持っている感情みたいなところに、共感し、ドキドキしながら毎週見ていただけたらと思います。長瀬廉小島徹役コメント。松田玄太とドラマでは初めて共演します。お互いデビューする前は、一緒に仕事したり、 プライベートでは温泉に行って卓球したり遊んでいたんですけどデビューしてからはなかなか一緒に仕事もできず絡みは減っていたんですなので今回共演できるのはとても嬉しいし楽しみです最近ゲン太をバラエティで見ることが多くてあれこんなキャラやったっけと思うことがすごくあるのでゲン太のバカがビジネスバカなのかもしっかり現場で見極めて 皆さんに発信していけたらと思っています。